県政をどう立て直していくのかというところについて伺っていきます。はい、3年間やってきたことを引き続きやるということです。もちろん文書問題において、対応しなきゃいけないこともあります。公益通報の窓口の外部化、それからハラスメントの問題についても、ハラスメントのない職場作り、風土作りですね、それから物品受領の問題もありましたので、明確なルール化をしていくということで、改善をしていくということをしっかりやりつつ、この3年間ようやくコロナを乗り越えて、斉藤県政として若者への支援、それから物価高対策含めて県民の暮らしを支える医療福祉介護も一つ一つの政策の目出しをしてきました。これを引き続き改革をしながら、まだまだ道半ばなところありますので、財源を生み出して、そして新たな投資、県民の皆さんに直接届くような政策をもっともっとやっていくということが大事だというふうに考えています。はい、ありがとうございました。では斉藤さん。はい、そうですね、私も公務員を20年やってきました。大事なのはやはり組織内で、報告連絡相談をですね、しっかり事前にやっていくということが大事なポイントだと思います。その上で仕事をした上で、ミスが起こったり失敗が起こったという結果については、十分な相談とか報告とか連絡をしながら、結果として起こった場合にはしょうがないということはありますけれども、やっぱり事前にしっかり準備をしたり相談をしてないケースについて、やっぱりこれからもう一度やっぱり反省しなきゃいけないところとか、やっぱり注意しなきゃいけないところをしっかりこう指摘するということは、これは組織の PDCA というか対応としては必要かなというふうに思ってます。結果的に、私の方も、そういったコミュニケーションとか、いろんな職員さんとの、ものがもっとやっとけばよかったという指摘も、こうありますけども、こういったところはやっぱ真摯にやっぱ受け止めなきゃいけないと思ってますし、これまでも一生懸命職員とのコミュニケーションをしてきたつもりですけども、これからもっと丁寧にやっていきます。そこなんですよ。これ問題の多分発端告発ってそこだと、その本当にスタートの対応、初期対応だったんじゃないかなと思っているので、今質問しましたけど、私はやっぱりそのトラブルが起きた時って、私は共感だと思うんですよ。失敗した人に対してまず共感を持って、そしてまたできれば次は頑張れるよ、できるよって期待をかけるってことが、その人の能力を殺さないっていう、才能を潰さないってことでいうと、失敗した人の次のチャレンジを後押しするって、職員がそういう気持ちで仕事ができると、職場全体が活気が溢れて、またそれぞれの能力を発揮できると思いますので、皆さんそれぞれリーダーになられたら、ぜひそういった対応していただきたいなと思いますね。私は斉藤さんに本心を伺いたいんですけども、百条委員会で道義的責任の意味がわからないとおっしゃいましたよね。あれが決定打だったと思います。政治家として不適切な発言だったと思いますが、ところが失職の会見の時には一定責任を認められるような発言をされました。どうして変わったんですか。どっちが本心なんですか。なぜ固くなに責任を辞めるまで認めなかったのか、本心を伺いたいです。道義的責任っていうのは、私の中では政治の世界では道義的責任というのは辞職をするっていうふうに私は捉えているんですね。日本の社会はいろんな混乱や何かが起こった時に、とりあえずまずはやめて責任を取ってことを収めるということが、これまで、よく続いてきたというふうに思いますけど、私はそういった責任の取り方もあるとは思うんですが、やっぱりこんな今回の文書問題含めて、やっぱりきちっと自分が、学んだこともありますし、改善しなきゃいけないこともある、これをしっかりやりながら、県政を前に進めていく、立て直すということも含めてですけど、それをやっていくのが私斉藤元彦としての責任だというふうに思いましたので、道義的責任というものは、ある意味、時は百条委員会では説明しなかったというところですね。認めたら辞めざるを得なくなると思った。私はやっぱ辞職は違う。やっぱり私は少なくとも任期いっぱいは仕事をしていくということが責任の果たし方だというふうに思っています。はい、泉さん。いや、もうこのテーマは私の自分自身に刺さるテーマですけど、私自身も不祥事があった時にすぐ辞めました。だってそうじゃないと電話がなって業務が滞ったからです。やっぱりトップというものはいざという時に結果責任を負うのであって、
法律違反で仮になかったとしても、やはり政治責任があると私は思う立場です。そういう意味で今日どうしても質問したいのは、今のお話で3年間やってきたことを引き続き行うという形ですし、今回も辞職じゃなく失職ということは、自分は間違っていけないというふうな前提に立っているように思えるんですけど、この3年間もやってきた中で、対話力とかコミュニケーション力が問われていると思うんですけど、これでぜひお伺いしたいのは、何かご自身変わられるんですか、もうこれまでの通り変わらずにやっていくんですか、どっちですか。まあ、私はあの、まあ、今回本当にあの、まあ、ある意味失職ということになりまして、不信任を突きつけられました。まあ、あの多くのことを学んだということは確かにあります。あの、まあ、職員の皆さんとの関係についても、まあ、私はこの3年間コロナの対応が最初の2年で、まあ、残りの1年間、まあまあ、自分なりに施策をやっていくということで、まあ、全力で走ってきましたけど、まあ、そんな中でやはり職員の皆さんに対して、まあ、リーダーシップって言い方かもしれないですけど、まあ、かなりこう頑張っていこうということで、厳しく対応させていただいたということもあると思います。ただ大事なのはやっぱり職員の皆さんがあってこその県の組織ですから、まあ、ここは自分一人で仕事をやってるっていうことではないので、職員の皆さんにもっと感謝をですね、まあ、思ってはいたんですけど、まあ、言葉で伝えるっていうことの大切さっていうものは今回学びましたんで、あの、まあ、これからは、まあ、コミュニケーション能力っていうと簡単なんですけども、やっぱ言葉としてありがとうであったりとか本当に感謝の気持ちを伝えていくっていうことが、あの、私としてはこれから本当にこうやっていかなきゃいけないことだと思っています。すいません、改めて聞きたいんですが、木原さん行かれてますけど、道具的責任はじゃ今は感じてるんですか。職員が亡くなったことに対して、それは法的責任ではなくてですよ、やはりトップたるものの道具的責任というものはかつてはなかったと言ったわけですけど、今はどうですか、責任はありますかありませんか。うん、あの、職員の方が亡くなられたということについては本当にあの、私も心苦しくて悲しくて。責任はありますか。ありますけども、責任は問います。あの、今県政がこういう状況になっているということについての結果的な責任というのは私にあるというふうに思っています。人が亡くなられたことは、まあ、本当に、辛いですし、まあ、悲しいことだと思ってますけども、まあ、やはり私自身も今回の、まあ、文書問題も含めて、まあ、あとはこれまでの県政もやっぱり一つ一つの仕事や対応というのはきちっとやってきた、まあ、その時取り得る、まあ、最善の対応を自分としてやってきたというつもりですので、あの、結果的に亡くなってしまったということは本当に残念で心苦しいというふうに思っています。結果的ではないという批判が強いですけど、まさに追い込んだという批判も強い状況の中で、いつまでもその結果的にというのはご遺族に対してどうかと私は思いますけど、変わりませんか、その態度は。あの、そこは大変ご遺族に対してもお悔やみを申し上げたいと思います。まあ、あの、亡くなった理由やそういったところはなかなかこう私自身も決して職員を追い込んだと言われてますよ、という理由はなかったので、あの、一つ一つの対応は、まあ、法的な問題も含めて、あの、きちっとやらせていただいたというふうに思っています。今度は斉藤さん以外にお伺いしたいんですけど、斉藤さんは県政を続けたいというので、今までの政策を続けたいということは、まあ、それはその通りだと思うんですが、他の方には今までの斉藤県政のこの政策おかしいんじゃないかと、ここは変えた方がいいというのがあればぜひ伺いたいです。うん、はい、はい、清水さん、県庁舎の建て替えがね、一つの大きな議論になっています。で、前の斉藤さんの前のね、井戸さんが、まあ、建て替えをしようとしてですね、当時700億で、1000億まで大体今建設費上がってますから膨らむと。で、斉藤さんはそれを縮小してということをやられようとしました。で、ここはあの、いいと思います。予算をね、しっかりと切り詰めていくのはいいんだけど、その中でやはりあの、4割出勤の部分ですね、あの、県の職員の皆さんがあの、出勤、まあ、今リモートワーク広がってますので、もっと減らしてもいいんじゃないか、だからコンパクトにできるんじゃないかって話だったんですが、そうするとね、やっぱり4割ってなかなか厳しかったなのだと思います。あの、対面でコミュニケーションすることも大事ですし、でそう考えると県庁舎の建て替えは必要ですし、もっと県職員の皆さんにとって働きやすい環境必要です。で、お金かかるからというのがあったらですね、僕はあの県庁舎って元町の、ね、北側上がっててすごくいい場所にありますので、民間の力を借りてですね、商業施設と一緒になってもいいですし、イベントスペースなものみたいなものを作って人が常にこう動き回る。でこういうのを神戸市とも一緒にですね、あの辺をこう人がもっと動き回れるような、そういった施設に変えていきたいなというふうに考えています。
はい、あ、意義あり、まあ、それは意義ありの立場でしょうね。さあ斉藤さんいきましょうか。はい、あの県庁舎の建て替え、これ私かなりこだわったところなんですけど、やっぱり1000億かけて県庁舎の建て替えをするっていうのはとても県民の皆さんの理解を得られないということで、一旦白紙中止にしました。これはあの判断としては間違ってなかったと思ってます。ただプロセスとしては4割出勤ありきっていうわけでもなくて、まずはやっぱ働き方改革で出勤率を下げることができないか、その一つのスタートとして4割出勤を目指してやってみようかと。でそれをトライアンドエラーしながら、やっぱり難しいよねってなったら、やっぱり出勤率ってどれぐらいか、ペーパーレスとか紙を使わない、それから在宅勤務っていうのも今本当に民間企業では当たり前になってますし、まあ、そういったことを踏まえてどれぐらいの庁舎の大きさが、まあ、本当にコンパクトで、あのそんな豪華じゃないものでいいと思うんですけど、議場のあり方も含めて議場単独で作るのがいいのか、何かとこうハイブリッドで普段は違うことに使うスペースにして議会の時には議場として使う、そういったあり方がいいのかっていうのをやっぱりいろいろ試しながら議論してて、時間をかけてやっぱやっていきましょうっていうのが私の思いなんで、まず言いたいのは4割出勤ありきではなかったということです。はい、今は最適な規模の庁舎を探している段階だということですね。大沢さん手を挙げてらっしゃいました、どうぞ。はい、はい、ありがとうございます。斉藤県政の決戦策を引き継ぐかということで、まあ、それは引き継ぎません、なぜかと言いますと、まずその後高校の統廃合が進められています。で高齢者や障害者の補助金を削減してこられました。私はこれをに対して反対をしますので、政策を引き継ぎません。あと大企業を優遇して誘致してって言ってされてましたし、あるいはハリバーの方にですね、高規格道路を通そうという計画が今まだ続いてます。非常にお金がかかります。そういうお金をつぎ込むのであれば、もっと教育とかですね、別のことにお金が使えると思うんで、そうするともっと豊かになります。総務省の出しているデータを見ると、図書館数とか高校数で、そういうのは非常に表現少ないんですね。順位としては非常に下です。で今までやってきた表現性というのはやっぱ県民に向いてなかったかなと思いますので、私はそれを変えたいと思っています。以上です。はい、ありがとうございました。稲村さんはありますか。はい、やっぱり引き継ぐところと引き継がないところがあると思います。県庁舎については多分ね、どの候補者もそんなに違いはもうないんじゃないかなと思います。やはり違うのは県立大学の無償化を引き継ぐかどうかのところの方が違いが出るのかなと思っていまして、まあ、先ほど来出てますように対象者があまりにも限定されています。今対象になっている人には不利益がないように配慮が必要だと思いますが、ここを見直して、まあ私だったら高校の方にもう少しシフトをしていくべきなのかなというふうに思っています。それと外郭団体への派遣職員の年齢制限とかもよく斉藤前知事はおっしゃるんですけれども、私はちょっとそんなレベルじゃなくって、そもそも外郭団体の機能あり方、数、ここもしっかりメスを入れて統廃合していくような、もっと踏み込んだ改革が必要だというふうに思っています。そういったことを進める中でおっしゃったような財源を生み出して必要なところに予算を組み替えていく、そういったところがもっと必要だというふうに思っています。はい、ここで町の声を聞いています。そうですね、兵庫県民の方、はい、知事に一体何を求めているのでしょうか。町の声です。子育てしていく世代に優しい政治をしてほしいなとは思いますね。保育園に入りやすいとか、遊び場がいっぱいあるとか、なんか明石はそういうのをよく聞くから、神戸もそういうのが、まあ、あるにはあるけど、もうちょっとあってもいいかなって思ったり、会社の、まあ、税金面とかそういう助成金とかそういうところを、まあ、どんどんその個人の中小企業が良くなるために取り組みを行ってほしいなと思います。バイトしてて思うんですけど、やっぱ物価が高いんで給付金出したりとか、そういう方に対してやっぱそういう取り組みしていった方がいいんじゃないかな。私利私欲にとらわれずに、本当に県民のことを考えて、もっと活性化できるように本当に改革していただけたらと思います。暮らしがもっと豊かになるように。車での移動はちょっとこうやっぱり渋滞を考えながら行動しないといけないっていうのがあるので、まあ、そういうふうなこう生活しやすいこう風になればいいなと思います。バイパスのこう渋滞の解消になるような、ハリマ臨海道とかも、
まあ、整理というかを早く突破していただけたらなと思います。もう全然関心ないです。もう私らも誰がなっても一緒やっていうそういう考え持ってるから、だから選挙の時だけは頭バーサーっと下げてお願いしますお願いしますみたいな、もう選挙を通ってしまったらもうなんか自分の天下みたいな感じでしょ。で知事なんて言うたら私らも会うことがないし何をしてるのかも分からへんし苦しい。それに対してまあばらまきっていう言い方はあれやけれども給付的な制度もね求めていくっていう声も当然多いと思います。でやはり臨機応変な取り組み支援策しっかり迅速にねやっていくことが必要だと思いますが、一方で私は尼崎市で本当に厳しい財政改革やってきたんですね。で地方っていうのは国と違ってやっぱりいろいろなルールの中で財政運営をやっていくことになっています。やっぱり過去のたくさんの借金が私が市長になった時の政策財源をものすごく圧迫してしまってたんですね。お金が足りない借金返しのお金を持っていかれてしまって、じゃあ今私たちがあまりにも目先のことだけを考えてお金を使ったらその負担ってやっぱり将来の子どもたちこれからの世代の人たちに、まあ、付けとして回ってしまうという側面もあるんです。だからそこのバランスもしっかり考えて今と未来に責任を持つような、まあ、そういった運営が今の地方行政には求められているんじゃないかなと思ってます。はい、はい、斉藤さん、はい、最後のやっぱり関心がないというところはすごく、まあ、これから我々がどういったことを政策論争などしていくかって言われますけど、まあ、私は今回は本当に駅とか街頭で立ってと思うのが高校生とか大学生の皆さんから声をかけていただくことがあります。今まで政治とかそういったものに全く関心がなかったんですけど、まあ、今回は兵庫県というものが注目される中でやっぱり県政に対する政策を調べたりとか、まあ、そういったことで関心を持ちました。まあ、次は投票に行ってみたいと思いますという若い世代の方が、まあ、これは肌感覚としてすごく増えているというふうに思いますので、まあ、ぜひ高齢者の皆さんもそうですけど若い世代の皆様全ての皆さんが、うん、やっぱりこう政治への関心を持っていた。そのためには、まあ、私たちがやっぱり政策として、最後にありましたけど、まあ、県民の皆さんに直接実感していただけるような、まあ、物価対策とかもそうですけども、まあ、アドタンペイプラスっていうふうにやらせていただきましたが、まあ、そういった政策で実感を持っていただけるように頑張っていかなきゃいけないというふうに本当に強く思いました。最後の方の、ね、言葉がすごい印象的でもう興味ない関心はないみたいな話はやっぱり、まあ、これは政治家側にも責任はもちろんあると思うんですけども、トップが知事市長町長誰がなっても同じというのは違うんだというのを感じていただきたいなというふうに思います。特にコロナの対応の時なので、ね、すごく差が違いが出たと思うんですよね。ああいうのをぜひですね考えながら投票に行っていただきたいというのと、あとはですね特に若者の方投票に積極的に行っていただきたいなというふうに思います。衆議院選挙終わったばっかりですが大体20代の方の投票率って、まあ、30% ぐらいなんですね。でこれが70代80代になるとこれ7割ぐらい超えてくるわけです。となるとやっぱり政治家も、まあ、これやらしい話で票はねやっぱり欲しいと言いますかもう入れてくれる方への政策がどうしても熱くなりがちです。ですから僕はずっと言ってるのはやっぱり若い方がもっともっと投票に行ったら政策も変わってくるし政治家もそっちを見ざるを得なくなるのでもっとね本当に若い20代30代投票率グッと上がるように我々も頑張りますし皆さんも関心を持っていただきたいなと思います。ここからは立候補予定者の皆さんにお互いに聞きたいことをお一人指名して質問をしていただけたらと思うんですが、では続いて稲村さん質問は、はい、はい、では斉藤さんにちょっと前半のいろんな話題がちょっとなんかやや微妙な空気のまま CM に行ったかなと思うので、はい、もう一度ちゃんと伺いたいですけれども、文書問題についてです。私一番思うのは、まあ、ちょっとねその職員が、まあ、命を失われたということも話題になったんですけれども、やっぱりね職員さんともっと直接元県民局長ともお話をされたらよかったんじゃないか、それをされなかったのはなぜかということ、そして今これからはもっと職員に感謝を伝えるべきだった、そこを変わっていかないといけないと思っているとおっしゃるんですけど、今だったら元県民局長と直接対話をなさいますか。そうですね、まあ、やっぱり局長さんが元局長が亡くなったということは私自身もすごく辛いです。知事になる前から宮城に
震災を行った時から実は知り合いになって、まあ、いろいろ講演にさせていただいてた中でしたんで、まあ、ああいった文章を作られたっていうこと自体は私もすごくショックで悲しかったと思います。まあ、本当はその時も含めて、どういった思いでああいった文章を書かれたのかっていうことを聞くっていうこともあったと思うんですけど、やっぱり文章を作られた当事者と私自身もやっぱり書かれた当事者だったんで、そこは直接話をするっていうことはなかなか難しかったという問題もあります。だからこそ百条委員会とか第三者委員会ね、彼も百条委員会に出席するというふうにおっしゃってたんで、まあ、そこにぜひ出席していただいて、あの文章を作ったシーンとかな、どういうことを思って書いたのかというこの思いをですね、まあ、ぜひ聞きたかったというふうに思っています。今そうやって聞きたかったっておっしゃってる知事は聞けたんです。難しかったってことはなかったと思います。ちゃんと対話ができるはずだったのに、嘘800だと、事実無根だとおっしゃったのは知事です。私はそこに今回やはり大きな問題があるんじゃないか、やはりその誤解もね含めて、これはちょっとおひれがついてるなっていうようなことと、あ、やっぱり向き合わなあかんなっていうことがごちゃ混ぜになって問題提起や告発がなされるっていうことはよくあることなんですね。それのどちらにしっかりと自分が対応を優先的にするかっていうところがリーダーとして問われているというふうに私は思いますので、やはり今回の初動には問題があったというふうに私は思います。まあ、いろんな本当にご指摘ご批判をしっかり受け止めていきたいと思いますが、当時の対応としては、まあ、やっぱり文章を書いた側と書かれた当事者として直接話をするということは難しかった。だから弁護士で全然ノーですよ。あれ百条委員会でしっかり思いをお互いに聞いて、じゃあどうしようということを本当はですね、やっぱりそれをしたかったという思いがあります。ただ亡くなってしまったことは本当に残念だと思っています。いや、ちゃんと法律に公益通報法ってあるわけですから、その法律に告発したものに不利益を課していけないとか条文書いてあるわけですから、まあ、そういう意味ではその結果論じゃなくて本来やるべきことをしたと私は全く思わないので、そこは もっとやっぱりその人が亡くなっているテーマに関してもっと真摯に向き合っていただきたいと私は切に思いますね。まあ、本当に亡くなったことは本当に辛いですし、今でもやっぱり胸が張り裂けそうな思いになるというのが本当のところです。まあ、公益通報の問題は、まあ、法律上の問題とかいろんな専門家の方の意見がいろいろ異なってますので。異なってないですよ、まあ、ほとんど弁護士のほとんどは言おうと言ってますよ。それ違いますよ、ご自身に近い弁護士が言ってるだけであって、ほとんどの弁護士はあれ言おうと言ってますよ。まあ、そこは最終的には司法の場で、まあ、判断する。これは百条委員会でも専門家の方もおっしゃっているので、まあ、本来元局長さんが不服があれば人事委員会とか裁判の場でしっかりそこは白黒をつけるということができたと思いますし、まあ、それが今できなくなっているということは大変残念だと思います。一点だけですか。はい、斉藤さんが、ま、もし再選されたとしてね、百条委員会で対応問題があったという認定がされたら、どうやって責任を取るおつもりですか。そうですね、まあ、私は百条委員会の調査についてはこれからも真摯にきちっと対応していくということを しようと思っています。まあ、今の段階では百条委員会の結果、それから第三者機関の結果というのはこれから調査が進みますので、もしどうだった場合どうするということはちょっと今は答えられないんですけど、まずは調査にしっかり対応していくということが私の責任だと。はい、清水さんまだ質問してないですよね。僕は流れだと文書問題をやっぱりご協力したいんですけども、はい、先ほど斉藤さんちょっと回答の時間がね短くなってしまったので改めて協力したいと思います。で、私はやっぱりこの今すごく混乱している兵庫県を何とかしたいという思いで今回立候補するということになっていますけども、まず何とかするというのは正常化させるというのはですね、あくまで、まあ、これまでマイナスになってしまったものを元に戻すということなんですね。でその後もうやっぱり兵庫県素晴らしいところですから、元気な兵庫県をもうどんどん PR していきたいですし、ちょっとですね皆さんなんかどよんとしてしまった空気を何とか変えていきたいという思いでやろうとはしてるんですね。で斉藤さん先ほどねお聞きした通りなんですけども、やっぱり今回再選されたとしても、まあ、県議会との対立は残ると思います。全議員がまあ、不信任を突きつけた、私も議員ですから、議員側ですから不信任出すというのはですね、もしかしたら解散になって自分の身がね
もう仕事がなくなるかもしれないという、それぐらいの覚悟を持って出してきてるわけですね。でそれに対してじゃあどうやってこれからね向き合っていって、この混乱した状態を正していく、どうやって直していくのか、ここはねもう、まあ、難しいんじゃないかなと思うんですけども、どうですか？それはできると思います。というかやらなきゃいけないと思ってます。今回文書問題について不信任決議が出ました。前回一致で可決されましたけど、前回一致っていう形自体がですね、なかなか民主主義の中で 100% 反対 100% 賛成っていうのが果たしてこうどうなのかという県民の皆さんの指摘も結構あります。それから県議会の先生方の中にも、議員の中にもやっぱりこう政策について、斉藤県政がこれまでやってきた若者支援とか、そういったことについて評価いただいている方も結構おられます。今回やはり言った政策の面でですね、しっかりこう兵庫県をどういうふうにやっていくのか、県民の皆さんにとっていい施策をどうすれば実現できるのかということを、しっかりこう県議会の皆さん一人一人と対話を重ねていくことによって、これは間違いなく政策をしっかり進めていくということは私はできるというふうに思っています。政策が大事だと。でも今回不信任は政策ではないと思うんですね。斉藤さんのやり方であったりとか、知事としての資質のものところをみんなどうなのと思ってですね、不信任になったわけですね。政策は確かにそれは別の話だと思います。やられてきたことでいいことはいいし、ダメなことはダメです。それはいろいろあると思うんですけども、でもそこじゃないと思うんですね。今回のポイントはそのあたりはどうですか？私もやはり今回の問題を受けて、県職員の皆さんとか、あとは県議会との関係っていうものは、さっきも言いましたけど、もっとこう丁寧に対話を重ねて、尽くしていくということの大事さということもよく分かっています。なので、これから選挙戦を、明日からですけども、私は一度信を問うて県民の皆さんに斉藤健さんを進めさせていただくことがやりたいということを伝えさせていただくつもりですけれども、そこで出た結果を踏まえて、やっぱりこう県議会の皆さんとやっぱりこう県政を前に進めていくためには、お互いにやっぱりいろいろありましたけど手を携えてやっていきましょうということを、やっぱり私は心の底から自分の思いを伝えて理解していただけるようにする、それが何よりもやっぱ県民の皆さんにとって本当に大事なことだと思いますので、それを尽くしていきたいと思ってます。はい、じゃあ泉さん。すみません、時間あれでしょうけど、ぜひ最初にお伺いしたいんですが、やはり選挙ですから事実に基づいては情報で判断すべきと思うんです。それで2点ばかり。1点は SNS 上で公安利権にメスを入れたからやられた的に随分拡散されていますけど、一部マスコミは公安利権に斉藤知事がメスを入れたわけでないと報道もあります。公安利権にメスを入れたか否か、どちらかお伺いしたいのと、もう一点は公約の着水率が 98% とおっしゃったと思いますが、一部報道では達成率と勘違いされてたくさん仕事をしてきたというふうに拡散されていますが、あれは達成じゃなくて着手という形でいいんでしょうか？この2点よろしくお願いします。公安関係については外部監査からの指摘を受けて、その特別会計的なところに、プール金が10億以上あったということで、これはやはり使用料とか、結果的には県民の皆さんの税金に近いものですから、こういったプール金はやっぱりこう県の方に戻していただいて、それをしっかり、違う投資事業につなぐということをやらせていただきます。それは監査を受けてやっただけですよね。別にご自身が意思を持ってやったわけではありませんよね。監査を受けた上で私自身がそういったことをやっぱりちゃんと適正にやるべきだという判断をさせていただきました。公約はいかがですか？公約はこれは達成率と着手含めて 98% ということです。完璧に達成したものもあればですね、やっぱりこう着手をして一歩踏み出していくということもやっぱり公約にとって大事なことだと思いますので、達成したもの、それから一歩着手したものを含めて 98% ということです。達成何パーセントですか？ちょっと今手元にデータがないので申し訳ないです。元々データも検証されたようですけど、検証しようもないような状況にしておいて98と言われたら皆さん戸惑うんじゃないですか？県のこの公約の達成率は県の担当部局です、企画部っていうところが毎年調査をしてまして、そこで 98% ということが着手したもの、達成したものでということできちっと調べて、私期待した声があったでしょ。女性副知事とか少人数学級とか旧型小学校公約でしたよね。3つともやってませんよね。そこはこれから私が
これがしっかり対応しなきゃいけないやってますよね、はい、あの 女性の副知事はまだ残念ながら着手やろうと思ったら提案できますよね。あのコロナの中で今前の副知事と今の副知事さん2人でしっかり仕事をしていこうという中で女性の副知事っていうのはしっかりあの任命をさせていただきたいというふうに思っています。